プロ野球ドラフト会議で航空石川の内藤豪選手を2巡目で指名したオリックスバファローズの球団関係者が指名の挨拶に訪れました。航空石川の内藤豪選手は20日のドラフト会議でオリックスバファローズから2巡目で指名されました。航空石川には今日オリックスのスカウト牧田翔吾さんと小松聡さんが指名の挨拶に訪れました。12球団どこの球団も獲得したい、そういう思いでいた選手だとそう思ってますし、内藤選手とオリックス球団が縁はいただきましたけれども、オリックスでスーパースターになるんではなく、やはり12球団が注目した選手だったと思いますから、そういった意味では球界を代表するそういった選手に育てたい。現役の時から遠いところからいつも練習を見に来てくださってて、で、まあ、今回オリックスに入ることができて、まあ、期待しているという言葉もかけてもらったんで、まあ、一日でも早く期待に応えれるように一生懸命努力したいと思います。本当誰からも愛されるような選手になって、もうずっと言ってるんですけど、長い間活躍したいと思ってます。内藤選手は仮契約を経て来月入団会見に臨む予定です。とってもいい笑顔で本当に期待されてますね。ですね、球界を代表する選手に育ってほしいですね。うんうん、はい。